5、4、3、2、1ゼロ。こちら学園前、阪急2000が先行してます。小柏氏のやつも案外口ほどじゃねえな。今日一でさえ捕まえきれなかった阪急2000なんだ。先行させたらどうにもならねえだろ。ディーゼルで上りじゃな。どうかな、小型軽量高出力だが出力特性に難がある。ガスタービンエンジンの戦闘力は未知数だ。小柏氏も何も考えずに近鉄奈良線を選んだわけじゃないだろ。近鉄奈良線は山越え路線の割にタイトなコーナーは少ないからな。どちらもハイスピードなコーナリングが慎重なだけに、土壇場での一発勝負を左右するのはデータでは見えない何かかもしれないな。くれ、スコンワークだ。敵ながら惚れ惚れするぜ。パッシングポイントが少ない上に全く隙がない。ミスを待ってたらそのままゴールしちまうな。決めた、石切り通過で仕掛けるぜ。けどよ、このままだと先行してる阪急の方が有利なんじゃねえか。ダウンヒルに入ったらあいつを捕まえるだけでも至難の業だぜ。本当に策なんてあるのかよ。
一言で言えばラインだ。鉄道ではありえない究極の走行ライン。単線区間で先行列車をぶち抜くため、土産線特急だけのスペシャルラインがある。土産線スペシャル、何のことだ。それはな、あてめえなんてことを。たった今からてめえはエンペラーのケイスケ君だ。いいな。よくねえ、つうかわけわかんねえ。殺すぞ。おはよう、こんにちは、僕ケイスケ君。そりゃオウムじゃねえかバカ野郎。あれ、声が遅れて金魚がやる芸じゃねえだろ。僕を殴ることはねえだろ。バカになったらどうすんだよ。それ以上バカになるならぜひ見てみよう。すみません、もう十分バカです。はい。ああ、何しやがるんだてめえ。はい、陽介てめえ待てこら。いっけー、なんだそれ、飛んでる。抜かれた。そんなのありかよ。悪く思うなよ。インベタのさらにインとは空中を描くラインだ。高低差のある地形だからできる掟破りの短絡線、土産線スペシャルラインだ。一発でジャンプをクリアしてきやがった。運転センスの塊みたいなやつだぜ。けどな、一度俺を前に出したらノーチャンスだ。このまま一気に難波まで突っ走るぜ。この勝負勝った。親父の言った通り、負けるな、こりゃ。そういえば、親父、何か言ってたな。思い出さなきゃ。いいか、一度しか言わねえぞ。木田太郎ってよ、実はズ。ズ？しかもズに点々って。この後、なんて言ってたっけ？やっべ、すっげー気になるぜ。絶対に防げない走行ラインだと。ああ、どうしてそれを巧みに教えなかったんだよ。教えても防ぐのは無理だからさ。単線区間で先行列車をぶち抜く発想がねえと。単線区間で先行列車をぶち抜く。近鉄ってのは癖からこっちが複々癖になってる。鶴橋を過ぎたら上本町の地上ホームで何倍抜ける地下線に分かれるだろう。ああ、勝負かけるならその最後のポイントしかねえぞって番組に言ったんだ。そこに差し掛かる時は絶対お前が後ろにいるはずだからね。あいつピンと来ない顔してたけどな、今頃は意味が分かってるんだな。抜き方のアドバイスはしたのか。一応な。もし俺の言ったことがあいつに理解できていれば、抜き返せる確率は 50% ぐらいある。なんだよ、それでもたった 50% しかないのかよ。少ねえな。当然だ、全力で逃げる相手がいるんだ。テレビゲームじゃねえんだぞ。次のコーナーで復帰戦も終わる。その先の地下線に入ればもう手も足も出ねえだろ。
須藤恭一が捕まえられなかった藤原拓海を俺はぶち抜いた。気分だぞ親父、何もかも作戦通りだ。ふふ、伏線が落とした。分かったぜ親父、ここしかない、ラストチャンス。狭い緩いカーブになってギリギリ通れる。お前の手なら並んでいける。もつれて日本橋に飛び込めば、あとは運だ。せいぜい頑張ってこい。なんだこの加速は。一体何が起こりやがった。くそ、誰が。